夜のスタート。ありがとうございます。最近ニュースキューさんに伝えされているファミックスです。今日はさっき6巻の書きましたけど、その半になって、バルムクシっていう勉強会の中間報告を数字に発表します。自己紹介略します。略史の研修を取りました。ありがとうございます。そんな略史でですね、先ほど、バルムクシに略史ライザーとなってまいりまして、今回は、40人ぐらい参加していただきまして、サポーターが10人ぐらいありました。アンケートを取ったら、応用の話聞きたいって話だったんで、まあ、僕の後輩にちょっとかけって言って、ウェブサイト新聞とか使って、YouTube メディアを活用する、まあ、会議会も組んで、それをやってみました。まあ、参加していただいた皆さん、どうもありがとうございました。で、去年の入学式に関しては、まあ、こんな感じでですね、大阪と福岡、あと宮崎でやりました。大阪は、本校期と歩行、もう一回やると合わせて11回、計22回からして、まあ、10人ぐらいの方が出場していました。福岡は3回やって、まあ、それぞれ5回ぐらいやってました。5人ぐらいやってました。5人が10人ぐらいで、宮崎ってことで短期集中版、大阪でやった限りからも3日間に濃縮してやったやつがあります。で、この時に配られてきました。で、まあ、宮崎大の先生と学生とは5人ぐらいやってて、まあ、いい感じに、いろいろやったと思います。で、今年の方は、大阪で、本講義3回開催して、それぞれ10人ぐらいやってます。で、今年はちょっと僕に余裕ができたので、就職もあって、まあ、東京でもスタートしまして、これも、こっちは東京はメインの講義と歩行をもう一回やるやつを3回、合計6回開催していて、まあ、メインの方は30か40、歩行は20か30参加していて、まあ、毎回、50人ぐらい参加したという感じです。はい。来年度の目標としては、来年度の2003年になるんで、まあ、大阪、東京はもちろん続けたいと思ってます。あと、バールチックスの入学式とか、バーチェストの入学式とかやりたいなって話を、今、ちまちまとしています。あと、名古屋とか仙台とかやりたいですねって話とか、沖縄とか札幌で短期集中講座版のやつをやりたいっていう目標とか、まあ、薬師東北が、さっきの話があったんで、そこでちょっとこう、乱入してですね、入学式やればいいなっていう、まあ、来年かどうかわかりませんけど、将来的な目標というのがあります。で、まあ、来年も本当に入学式は続くので、はい。よろしくお願いします。最後にですね、今日、ラップシーに入学式がきっかけで、パール入学式で、パールを出たきっかけで来たって言ってどれくらいいますか？結構多い。結構10人くらいいますね。どうもありがとうございます。まあ、そういうわけで、これからも、皆さんで、エンジョイパールなので、パールを楽しんでいきましょう。ということで、発表を終わります。どうもありがとうございました。はい。